はい、メッチです。今からちょっと宿の店舗の方行こうと思ってます。今、寒いですね。行きますね。堀江に来てます。今から行きます。人が少ないですね。少ないですね。はい、今から行きます。お目当てのものを購入してきました。楽しみっす。めっちゃ楽しみっす。はい、メッチチャンネルです。メッチ、仕事早く終わったから、定時でな、終わったから店舗行ってきたね。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。店舗行ってきたんですけど、まあ少なかったさ、人。少なくて。で、いろいろじっくり見たわ。じっくり見て。何がやろう、何がやろう思って、買ってきたのはこちらっすね。ショッパーも買っちゃった。ショッパーも、ね、買っちゃった。ね、ね、シップのショッパーええな。そこで、ちょっと見るわ、ちょっと。どこ行った、おい。とりあえず、安定の、このステッカーっすね。ステッカー1枚と、この、こちらの入ってますね。くまちゃんのこれ入ってましたね。いただきました。いただき。で、それと、中すけ、これっすわ。これ来ました。これ来ました。アップリケ。これ、ええなと思って、これ欲しかったのよ。それもなんかセールでお得に買えたっていうのが、テンション上がったな。これめっちゃ嬉しい。色可愛いよ、色。こちらもちょっと見ていきたいと思う。はい。はい、これ見ていきますね。このタグ見ましたら、メイドインカナダになってますね。メイドインカナダですね。それで、ここっすね。ここの、めっちゃ可愛くないですか、これ。これ、アプリケ、もう可愛い。シュプって分かりにくいのがいいなと思ったし、でもまあ、読みではシュプって分かんねんけど、これ可愛いなと思った。可愛い。すごい、優しい生地。アップリケの優しい生地。で、この色味もすごい気に入ってる。いつも俺ブラックばっか着る、買う癖あんねんけど、この色味好き。だからセールじゃないとなかなかこの色見て、なかなか買おうと思わないかもわかんないですけど、セールだからこそこの色味いいなと思った。これ。まあちょっと着画っていうか、ちょっとしていこうかなと思う。まあ俺の着画、ちょっとやってみます。えい。はい、メッチです。めっちゃです。どうですかこれ。身長164センチの、47キロかな。まあ、ちょっと正月太りかな。ちょっと太ったかもかな。一曲太ったかもかな。こんな感じ。どんな感じ？こんな感じ。よくないこれ。俺めっちゃ気に入ってるこれ。どうやろこれ。これ丸、丸えへんな、丸。このアップリケ、大好き。な感じで、な感じで、どうこれ。アップリケめっちゃ可愛いな、これ。これ、結ぶとき、視聴者さん教えてもらったけど、これ丸めてもいいらしい。これ、結ぶこれ結んで、こうか。ほい。これも可愛いやろ、これ。ほい。これも可愛いや。可愛くないこれ。でもこれも気に入ってんだ、これ。可愛い可愛い。な感じで、ちょっと今回、ちょっと、仕事終わって、まあ、今、このご時世、なかなか俺も行かれへんかったんやけど、ちょっと、ね、早く仕事があったから、パッと行ったんや。さっと行って、さっと帰ってきたんやけど、ね、まあ、人少ないな。人めっちゃ少なかった、ほんまに。ただ、その分、じっくり見えた。じっくり問題。ほんまゆっくり見えた。ほんで、店員さんでも、俺、めっちゃと相性いい店員さんいるねんな。すごくイケメンの人。その人と、まあ、結構いろいろ話したよ。話して、いろいろ聞いたよ。オンラインあるんですかとか。この、
なあ、まあ、みんなも、俺も気になってて、オンラインね、セールオンラインあるんですかって言ったら、まあ、案の定ですよね。案の定、爽やかな顔で、いや、わかんないんすよ。僕らわかんないんすよ、オンラインのことって。あ、出た出たーって感じだったんですよ。出たーって感じだったんですよ。ほんで、なんか、海外でちょっと事前、抽選的な感じのなんか、あれやんか。そういうのも、え、どうなんですかって言ったら、いや、それちょっとわからないです。わからない攻撃かいなって。わからない攻撃かいなって。もう、聞けるときいっぱい聞いたよ、いろいろ。もう、ほんで、あと、XL サイズあるんですかとか。あ、ちょっと待ってくださいとか言って、もう結構、親身に見てくれるんですよね。まあ、空いてたっていうのもあるんですけど、うん。で、まあ、XL はパンツ類とか、あるんはあったわ、大阪の方では。あ、あるんやって。そういうの聞いたり。わあ、すごい、親身にしてくれんなと思った。まあ、人にもよると思うんですけど、すっごい優しいって。思った。手厚い対応で、こんなんがいいんですけど、クルーネックないんですかとか、クルーネックなかった。クルーネックなかった。俺、フーディーも欲しいな思ったけど、まずはクルーネック欲しかった。なかったな。結構、やっぱ少なかったな。数がやっぱ少ない。数少ない問題。やっぱ、早く行かなかんなって。あと、ダンクないんですかって聞いたんよ。ナイキのダンクないんですかとか。それも、この前あったんですけど、もう全部売れましたとか。もう、聞けるだけ聞こう思って。もう、俺結構、言っちゃうタイプだよ。なんか言っちゃうんだよ。もう全部、もう根掘り葉掘り聞いちゃうもんだ。ほんだ、いろいろ教えてくれたんやけど。だけど、なんか曖昧な答えやってんな。その、なんかオンライン問題やな。セール問題。俺もセールはやってほしいねオンラインで。なかなか店舗行くこと、仕事の関係上とか、今のご時世、なんかややこしか行かれへんやんか。だから俺もそれは聞いたけど、なかなかそれがわからないっていう感じでしたね。で、セールはいつまでやってるって言っても、わかるもん、まあもうそれ安定やなっていう話を聞いてたりとか。だけど、物に関しては、なんかすごい丁重に XL とかいろんなことを教えていただいたりとか、すごく手厚くて、すごくいい、まあほんま、時間的には短い時間やったんですけど、すごく充実したテンポやったなと感じやった。もう、久々やったかな、なんか。やっぱテンポええなと思った。だから、やっぱオンラインはやってほしいなと思った。このセールに関しては。これでも、ね、なかなか俺、絶対ブラック狙っちゃう派なんよ。長い目で見たらブラック顔ってなってしまうのよ。でも、この色味めっちゃ好きな色味やねんな。めっちゃ好きやねん。だけど、この、やっぱ、値段が下がってたら、やっぱ、買いやすくなるって感じやな。ちょっと冒険しようって。俺、冒険心がなかなかないタイプやねん、なかなか。もう、アンテナ黒いっちゃおうっていう。やねんけど、ちょっと冒険して、この色買ったけど、この色めっちゃ気に入ってんねん。どうこれ。俺、すっごい好き。まあ、似合ってるかどうかわからんで。ぶっちゃけ似合ってるかどうかわからんけど、俺は好き、これ。よかったなって。アップリケーな、アップリケー。もう大テンション上がってるもん。この平日から、ほんまに。仕事めっちゃ疲れてんねんで。疲れてるけど、寝不足問題でめっちゃ疲れてるけど、めっちゃテンション上がって、やっぱテンポいいなって思ったものを見て、他も欲しいもんめっちゃあったんよ。あったんやけど、悩んだな。悩んで、これ、2個かなって2個買おうかな、どれ買おうかなってめっちゃ悩んだもん。悩んだ末に、やっぱ俺これが目引いたなって。毎回ちょっとこれがめっちゃ気になってたから。やっぱ実物見てよかったと思った。よかったもんだよ。ほんまよかったって思った。ほんま買ったら悩んだけど、いやもう一回行っちゃおうかなっていう感じかな。ほんま、もう一回行っちゃいたいって感じよ。ほんま。それがすっごい楽しかった。また追加とかもあるんかなと思ったもん、ほんまに。このセールの追加やで。もうあるんかなって、やっぱ値段がちょっと安かった、買いやすくなって、ちょっと悩んだぐらいのやつが買えるっていうのももうありがたいと思った。ほんで、なかなかその、地域的にない、店舗がないとかあるやんか。ほんで、今のご時世ちょっと行きにくいっていう人もいるやんか。そういった人のためにもやっぱ、オンラインやってほしいなと思った、ほんま。俺も、なかなか行きづらいから、今回ちょっと、
タイミングよくパッと行けたからよかったんやけど、うん、それはなんとか、シュプリームさん、ちょっと、なんとかして、って感じ、ほんま。うん、俺もなんとか行けたけど、もうすぐ出たもん、ほんまに。うん。だからそこは、で、だから、まあ、よかった。うん、とりあえず今回よかったなって、思いました。うん。そんな感じの動画です。って感じなんですね。うん。ありがとうございました。あ、めっちゃありがとうございました。うん。チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。やっぱシュプ最高やな。うん。あと、なんか、いろいろ噂あるけど、来てほしいな、なんか。なんか、やらかすとか、すげえおもろいことやるんやんか、シュプリームって。すげえ、ドキドキしてる。ドキドキ学園。めちゃめちゃでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。